KEO CHANNEL だ2023年東京スポーツプロレス大賞関東賞取ったぞイエー,イイエーイおめでとうございますいやありがとう取ったね、素晴らしいプロレス大賞関東賞いはい、というわけでというわけで、はい、2023年のプロレス大賞ねあの各賞受賞者はこちら、はい、なるほどまあ、こうなってるこれはでもすごいじゃないですか、うん、このこのメンバーの中で、うん 受賞、すごいことですよ。でも本当。プロレス界を2023年プロレス界をね、本当に。こう盛り上げていった選手ばかりだよね。こう見たらね。全くそうですね。本当だ。さあ、それで、京本さん。プロレス大賞、今回関東賞ということなんですけど。プロレス大賞を受賞するのは。受賞しの初めてだよね。初めて、新人賞とかも含めて。そうだよね。うわ、すごい、おめでとうございます。 15年で辿り着いたと今の気持ち改めてどうですかいや今の気持ちプロレス大賞東京スポーツプロレス大賞いや違うよね去年言ってたよね東京スポーツプロレス大賞じゃないって言ってたよね東京スポーツ忖度プロレス大賞だよねそうですねいや本当にようやく俺も忖度されるプロレスラーになったなっていうところだね

プロレス大賞取るとかじゃないよ忖度されるレスラーになるって言ったじゃん、うん、なるほどようやく俺も忖度されるレスラーになったねすごい、うん、ちなみにこの賞ってねはい、はい、あのー、ファンが選ぶんじゃなくてうん、うん、あのマスコミのね人たちが選ぶんよねだからやっぱりねあの金にならないとダメなんだよ この人を金になるレスラーじゃないとダメっていうことなんだよね。なるほどあいつらはもうこれに汚いからマジでマジでもうこれしか見てないもん俺の選手の気持ちになって思ってる人たちじゃないこの下目だけどこのためにこれを埋めるレスラーになったっていうことがめちゃくちゃ嬉しいよね。そそそうううですか ちなみに、うん、まああのー、もう、えー、とこの動画が公開される頃には、うん、その実際に発表されてるわけですけど先行理由っていうのは聞いたんですか、うん、先,先行理由聞いたねあいつらは伏せてたけどまず一番に来るのは拳王、はい、まずこれ金になるなと思ったのが一番だと思って、はい、それはもうはしとか <laughs>、はい、<laughs> それは流しといて、はい、やっぱあのノアでの活躍もそうじゃん j a c ヘビー級取ったじゃん。 チャンンピオになりましたそれはいいんだけどそのほかにもやっぱり外に向けて去年ねタックのベルトを世界タックも取ったし全日本プレスの世界タックも取ったしドラゴンゲートのツインゲートも取ったじゃんそうですそうですそうましては1月ね新日本プレスの対抗戦でもメインやってそうですね負けちゃったんだけどねでもそういうところの評価もあるははははいいいいそれ以外にこれが一番って言ってた。 やっぱり発信力ってへどういうことが分かる発信力っていやさすがにそれはやっぱりまさにここののチャンネルとななんじゃそれねそうよそうっすよねやっぱりねあの兼王チャンネル多分結構やっぱ YouTube やってる選手も多いけど多いですねうんでも俺やっぱ兼王チャンネルはやっぱりねこう人味違うでしょ なるほどやっぱりいろいろ見てても1月もそうじゃん内藤、はい、哲也との試合でもはい、はい、やっぱ「兼王チャンネル」を見て見に行こうと思いましたとかね「兼、はい、王チャンネル」を見たから「ペーパービュー買いました」っていう声めっちゃ多かったことすね。ね いやだからいやそうあの内藤哲也年表とかねもう前日にあいつら T シャツ買ったから買いに行ったりとかねショップにそれをリアルタイムに配信できるって今の時代に合ったプロレスラーになったっていうのが評価されたんじゃないのなるほど。しかもねあのなんだってンチャネルやっぱりねコメント見ててもプロレス興味なかった人がん プロレス見見ににに行行くようなりままししたたさんの試合きそれだけじゃなくプロレス興味になった k 王チャンネルでプロレス興味になったからっていうことで「k 王さんの試合以外にも他団体にも見に行きました」ってありますあります有志と多いじゃんほんと多いんすよありがたいんすよほんとに嬉しいねえ俺俺ノアに還元できたんじゃなくてプロレス界に還元できたなるほどこれがやっぱり伝わったんだと思うよ 東スポの選考員の方々にもトスポ選考員だから東スポじゃなくてプロレス界のね、宇宙人たちがいるけどね。なるほど。そう。いやそうですか。いや嬉しいですね。いやもう本当な。いや嬉しいよね。これだけ頑張った会あったね。いや本当ですね。いやねお前も忙しいのにね。なんかどうしてもいろいろね走り回ってね。プロレス界にどうできるか、そしてノアにどうできるかって考えたときにね、いろいろ動いたじゃん。いやそうですここまでやっていいのかって思う時もあったじゃん。ありましたありました。でも。 やっぱ一歩踏み出さないとこれから今の時代に合ったっていうのできないと思ってね二人でね話し合ってまあとはいえやっぱりケンオウさんのね行動力のおかげだと思いますよいやその言葉待ってて当たり前だろ何言ってんだよ喜んでんじゃねえよお前がってそうですねそうそうそうさうそ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 ううう でもその上ありますよね。いやもちろんよ。今そこのね表を見ても、今日さんああ一番上には MVP <ああ S 1> 内藤哲也選手の名前が。<おい S 1> 内藤哲也じゃん。いやいやいや、そう今気づいたんですか <laughs>。<laughs> そう内藤さんそう、もしやこれ。はいはい。 俺が俺に1月横かまれない倒したことが評価されて MVP でしょ。いやいやそれまあそそれさあそれだけそれだけでしょ。俺これ勝ってたら俺 MVP になってたね1月。なるほどなるほどなるほど。なってたよね。うん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 。いやほんそっか MVP 逃したのは内藤哲也のせいか。いやまあそうですね。ああやっぱ俺があそこで倒さかない倒しとかないといけなかったんだね。 ちなみに言うと g 1クライマックス優勝とかもありますけどね。で後半1.4に向けて話題はもうね真田入ってないしねなかなか珍しいよねそれはいそうだ珍しいね IWGP チャンピオンで大体なんかその辺に来るっていうのはあるけどそ,、ねうん、それを越す発信力があったっていうことなのかもしれないよね武藤さんのの引退試合相手も務めてあそうだそううでもそれは俺が勝ってたら俺になってたかね、うん、最後の相手だお前だって言われてたかもしれないよね。 それぐらいそうそれぐらい美味しい獲物であったらなってたかもしれない。いやあそこで買ってたらまた変わってたかもしれないね。でも健吾さんこれ目標がまたできたじゃないですか。いやそ本当だ。なんだって2024年。こいこいつを倒して MV 取るという。ねえ本当だ。うん。ああそう目指していきましょうよ。いやそうだね。はい。ああそうするわ。はい。ああ健吾さんあとねちなみにこの本当におめでたいプロレス大賞受賞で。 一個だけ僕気になってるのがあってあの受賞式があったらこのケンオチャンネルが入っていいのかどうかっていうその問題がねいやもちろんこれは評価されたからこれも評価の一部になったじゃんなってるわけですよねいやそれはもうねあの行こう勝手にいやダメ一応確認するよダメって言われたら俺ここにあのあれつけとくわ 小型カメラ。そう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 。なるほどね。それか、また、ね、もう、とつるか、お前が。ジェイクの家とつったみたいに。なるほど。さあ、そうですね。ちょっと、それも、あの、受賞式も、ちょっと気になります。いや、でも、なんか、いろいろ見てたけど、本当ね、今年一年、ね、あの、プロレス界を賑わした。奴らばっかりだよね。そうですね。ということで。いや、いや、いや、中野タム。ずっと欠場してんじゃん。 女子プロレス大賞中野多武選手いや,いや活躍してたよはい最後の決勝しててなんか表にも出えはいえ<っ>、はい 今日届い大丈夫かな。ちょっと待ってさ。いや、まあまあ。少し心配。これ見ているね、あのファンプロレスファンも思ってるかもしれない。それ心配だね。一番センシティブなところですからね。みんな心配してる。心配したところで。純粋に心配してる。それだけ。ただ単に思っただけ。純粋に心配してます。はい。というわけでケンさん、さあ受賞直後のね声を今こうやってお届けしてるわけですけれども、はい。まあ最後に。 今年年応援してくれたファンの方にちょっとメッセージと言いますかいやほんとあの今年1年ねあほんと1月ね1日から始まったじゃんそうですそう1月1日ねここねここがベストバウト取ったけどこれがあのセミの GHC になっててもおかしくはなかったというねそうだそうだそういうことですよねここの大会がなったっていうことは俺も一役勝ってるってことだよね盛り上げていったっていうところもあるからそうですそうです うん、本当で1月にはねまた内藤哲也ともね戦ったりしてね、はい、であの世界タッグでね青柳悠馬とか撮ってねはいろいろ、はい、あって本当いろいろ応援してくれててめらくさると思うありがとう、はい、お前らの応援がなかったら俺も多分ねここになってなかったもんね。で本当にありがとうでいろいろ見渡し行ってもやっぱりちょっと忖度だよねっていう思 <laughs> うよね。 その中で俺ねここね俺はドラゴンゲートのツインゲートも取ったじゃんだからもうドラゴンゲートの一部も入ってるっていうことねここにね入ってないっていうね全日本新日本スターダムしか入ってないっていうそこでドラゴンゲートも入ってるいうのはすごい嬉しいよね。なるほどということでこれ見たら忖度プレス大賞っていうことでまあ金を埋めるレスラーがなるっていうことで忖度されたっていうのはすごい嬉しいよね。だから今日 プロレス界のマスコミの皆さんには忖度されるレスラーになった。でも唯一忖度されないのはプロレスリングの話だよね。あ、そうすか。そうすか。唯一忖度されないのはもう会社だけやね。俺の会社。なるほど。だからそうだね。もう来年の目標できたよね。マスコミの皆さんには。 俺が金になると思って忖度されたでも会社にはまだ忖度されてないだから2024年はマスコミもそうだけど会社にも忖度されるレスラーになるよそのためにも1.2有明アリーナめちゃくちゃ大切じゃんそうですその通りメイイベントは俺じゃない GHC じゃないだからこれこそスタートから見せつけてやるよすっげえ戦いをするよ 最高の戦いをするよてめえらクソ野郎どものね本当に心に残る本当に戦いをするからマジで2024年は誰にでも忖度されるレーサーになってるよなるほど1月2日有明アリネ大会の曽谷学戦一番の試合を見せるといやそうよだからねあの沼津でも言ったじゃんいや本当に会場来て応援してくれって俺力になるからって俺の力になるからっていうね それで健吾さんが会社を変えていくって言ってますもんねいやそうよ俺はもうマジでノアを改革していくよノアを変えるよそしてノアをねてっぺんまで持っていくよこう取れるレスラーを生み出すよ俺がね本当だだからこのプロレス大賞も取った健吾さんを一月二日から、うん、もう見てほしいですね、うん、そう、うん、そうぜひ最ろということで、はい、最高の大会ああ とりああえず、はいはい、あの2023年あテメラ・クセロドもね、うん、本当と2023年本当にあるとお前らの応援のおかげで、うん、あのー、プレロ最初ね完投賞取ることができた、うん、おいテメラクセロ、うん、これからはな、うん、ああ2024年 MVP を取る剣王そしてノアを改革する剣王俺についてこい、うん、剣王 じゃんけんじゃんけんほい